ビデオカメラのデータ復旧を行いました。神奈川県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはビクターエブリオ GZMG575。 久しぶりに電源を入れたらデータがすべて消えていた。削除操作をしたのかもしれないが全く覚えていないという状況です。データ復旧処理を行い、およそ4時間20分の動画データの復元に成功しました。